3年後にはでも今の工場も含めてもう1個第二工場なり何かをしたいなっていうのは野望としてはあるんで、そのぐらいのところかな。まあ、変わらないのはやっぱり遊び心を絶対忘れない。だからどうしても会社は組織化されていくじゃん。そうするとまあ労働基準法とかさ、そういうね法律はもちろん守ってくるんだけど、そのできる範囲の中でとことん遊び心さえ行って、ものづくりにしても何にしても基本ユーザーさんをいい意味で裏切って、常に次あいつら何やるんだみたいな、ワクワクしてもらう、ワクワクさせてあげたいとかさ、その可能性を置いたよね。でやっぱりね、俺らも年取ってからだんだんさ、おじいさんになってると新しい発想がないから、うん、必ずどのメーカーもさ、そこでなんとなく変わらなくなる、で新しい若い人たちのメーカーがワクワクさせるものを作るから、そっちに移ってくるじゃん。そうですね、逆にそういうのを見てきたから、入ってくる若い人たちの力を使ってる、でそこを止めちゃうんだよ絶対、うん、俺たちが成功体験を持ってるから。あーなるほど、そんなには通用しないとか、俺らの時はなとか言ってそうなっちゃうから、そこをそうならないように努力して、うん、常にね、あそれは面白いなって。なりそう。いやなる、絶対なる。じゃあ次の3年後5年後の時は横でうんうんってうなずいてるだけで、誰か他の人に喋ってもらうぐらいの感じで、うん、だからそれはね仕組みだと思うんだよ。だからもう例えば高橋好きぐらい実績できてきたらさ、もう1個お前の好きなようにルアーを作りなさいっつって、一切口出ししないっつって、もうカラーラインナップから全部さ、ジャンコードできるまで全部任せる。心配しか出てこなかった、細かいところに関してルアー作る のイエスノーとかだけは全然、まあ、任せて全然いいけど、なんかカラーピンアップからジャンコードとかすげえ細かいところに、ジャンコードとかね、店舗さんに迷惑がかかるから、そこはね管理部門でやるけど、誤字脱字とかね、気をつけて。そうやって遊び心だけは守り続けながらどこまでできるかね、うん、新しい意味で店舗さんにもね、店舗さんのアドバイスをほとんど聞かないで来た10年でした。もう聞かずに、じゃあ聞いてんだよね、聞いて参考にしつつ、 それを取捨選択してね、いきましょう、はい。